シェフゆき両親のハッピーライフチャンネル。はい、ということでね、あ、やってまいりましたよ。 6.5 章、はい、トローム、トローム、シャルデノーにピックアップ賞か。いや、来るんじゃないか来るんじゃないかってね、まあ、シルエットの段階でも言われてましたけども、来ましたね。いや本当に来たわ。いや楽しみだわ。しかも今回あれですよね、あの星5はシャルデマリーですけども、星4でクリームフィールド、こちらバナサーカーかな、バナサーカーで、あとセーバーでローラーが来てるわけですよ。いや楽しみだね。これ近回転でセーバーでも安心はできないです。そうだね、これはね、どっちが来るか分かんないから。ということでね、今日私と、ゆうきさんもね、そうですね、二人でちょっとやらせていただきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていいかい。じゃあ千秋さんから、はい、お願いします。はい、ということでね、この動画を見て楽しみにしていただいている皆さんにね、謝らなければいけないことが起こってしまいまして、本当に大変に申し訳ない気持ちでいる。います。今二人ともテンションがだだ下がりだから、かなりあの下の方にいるね。二人とも動画が撮れてませんでした。申し訳ございません。本当だよ、だって。お互い60連ずつぐらいかな。そうだね。やったんですよね。やったんですよ。でも、千秋さんが先にね、弾いてくれてね。そう、弾いて、で、ちょっと、携帯の画面を見たら、エラーが出てて。そう、エラー出ちゃってて。そう、動画が、録画できませんでしたと。出てて。うわーってなりました。で、その後、ゆうきさんが、まあ、弾きますということで。弾いて。弾いたら、ゆうきさんのも、携帯が、録画されてなかったというね。なんか、0メガバイトのファイルがね、発生するっていうね。これは本当に申し訳ないです。本当、楽しみにした方には申し訳ないです。でも、ね、せっかくなんでね、はい、ここでちょっと、何を弾いたかだけは、お伝えできると思うんで。はい、やらせていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、ね、まず、千秋さんが66年弾いた結果の、まずこれ、召喚したサーバント入手順でお出しさせていただきます。どうぞ。ニューになってますからね。そうですね。スパルタクスあたりからですね。うん、がニューが来てますね。まあ、星1、星3と、バーワーっと来るわけですけども。うん、10連目でね。なんとね、セーバーが。そう、来たんですよ。金額、まさか、おお、セーバー、セーバー、取ってるね、今、そうそうそう。セーバー、セーバー。うわぁ、ちょっと待ってよ。ああ、そっちね。ただ、ローランでした。ローランでしたね。まあでもね、1枚はね、そうそうそう、嬉しいです。で、20連目は特になんもなくて、そう、30連目ぐらいかな。そう。またセーバーのね、金ズバラが来て、これは来たんじゃねえかっつってね。おお、おっ、いや、奥にさ、いや、嘘嘘嘘、ああ、2枚目、ローランなんて、セーバーはほんときつい。いや、ただ、ローランでした。ローランでした。ダブルローランでしたと。いや、2分1を外していくって、ね。そうなんだよね。いや、まさかね、まあ、これ、同じようにね、苦しんでる方、多分他にもね、いらっしゃると思うんですけども、ちょっと同じように。もちろん、パーセンテージは違うんだけども、そうそうそう。セーバーだと、なんか2分1を期待しちゃうよね。期待しちゃうんですよね、これがね。で、霊装の方です。はい、霊装の方もね、今回ちょっとバッと出させていただきますけれども、まあね、パワーッと引いていって、まあ、霊装もね。そうそうそう、うん、まあ、いつも通りかなと思いながらも、新しい星さん霊装。ですかね。が来ております。うん、はい、枯れない花。ね、即死耐性率 15% アップかな。はい、という感じですね。うん、なんか可愛らしい女の子がね、なんか幸せそうな雰囲気でね、出ますけどね。誰だかちょっとわからない。ちょっとね、本当にごめんなさい、わからない。把握しきれないところがあるからね。でも、新しい人が嬉しいなと。そうですね。はい。チャキさん、一応66で。66で、ローラン2体と、新霊装、星3ですけども、1枚引いてますよ、ということです。感じちゃってましたね。で、まあ、一応ね、セーバー来たけども、そう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 。シャルルは出なかったっていうので、引き続き私が、そう、引いた形になってますね。そちらの方もお出しさせていただきます。こちらが私の、引いた赤ちゃんになりますね。ニューがついてる、イヤーソンからかな。はいはい。が私の引いた赤ちゃんになってるんですけども。まあね、10連目は、まあ割とね、すぐさっと終わり。そう、10連目爆死。20連目も爆死。30連目。ね、30連目でセーバーの金ズバラが来たんですよね。そうなんです。本当に虹も何もなしで。3本線でね。スキップしたので3本線来て。サーバント、これ確定だな。そうそう。で、あ、セーバーやと思ったら、ユイさんの場合は、お、え、スキップしてるよね、してるしてるしてる。ここから、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 次、次やよ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、ちょっと待って、なんで、うわぁ、なんでだよ、
おかしいだろ。シャルルマーニュが来たんですよ。来たんですね。こちらシャルルマーニュの画像に一応ご用意してますんでね、出させていただきますよ。こちらですね、イケメン、かっこいいな。これね、内側が水色のかっこいいですよね。羨ましいな。いやマジでマジで嬉しい、マジで嬉しかった。この時ユミさんはローランよりも先にシャルルを引いたんですよね。引いたんですよね。びっくりでした。これは2ルーチを勝ち取ったんで、勝ち取った。星5が出てきましたよ。でそのままね引いて、一応まあ同じく60連引こうかなと思って、はい、次の画面がまあ一応こちらかなやってるんですけども、まあ、40連目何もなくて50連目かな。そうだね、うん、また金、また何もなくスキップしたら3本線で金セーバー、セーバー来た。また2分1ですよ。これはそうですよね、パチパチだよね。2分1だよ、2分1、2分1。どっちかな、どっちかな、反復横跳びしてるよ、これ。うわぁ、なんだ。いや、これ嬉しいよ。もういいね。やったね。もしかしてと思ったんですけど、ローラン。ローランね。でも、持ってなかったから。そう、どっちも1体ずつっていうのはね、本当にありがたいですね。そうだね。悲しいのはさ、あのバサが出なかったね。出なかった、全くね。いや、そこがな、2人の中ではね、出なかったっていうのがちょっと悲しいですけれどもね。はい、もし皆さん引けてたらちょっとあの教えてください。ご候補お待ちしております。はい、でゆきさんは霊装の方ですかね。次は霊装の方なんですけれども、こちらかな。はい、早速なんですけども、一発目で新霊装が来てるんですよね。そうですね。それがこちら、大小魔術、自身の非クリティカル発生率を 20% アップするっていう感じですね。こちらについてもね、ちょっとどなたかはちょっと存じ上げてないんですけど、ね、イケメンですね。まあでもイケメンがね、来ましたと。最後の最後ですね。そう、60連目ぐらいかね。60連目の最低保証。そうですね。60連目最低保証で終わっちゃったんですけども、来ましたよ。タレイですね。タレイ、タレイですね。新タレですよ、これね。僕たち最初生放送を見ていて、そうです、そうなんです。タレがいなくなるぞと。そう、あの、タレがね、そうそう、召喚できなくなりますっていう情報が来てね、タレ、お前、消えるのかっていうね、ちょっと悲しい気持ちになってたんだけど、まさかの、速攻で新タレ来るっていうね。ただ、新タレの顔もちょっと悲しげなんだよね。そう、俺たちの今のね、心持ちと同じような顔してるんでね、うん、絶対こんな顔してる今。でも、フーがタレじゃないんだよね。そうだね、名前全然違うから。関係ないから、全くね。関係なくても、今度こっちで叫んでいきます。こっちはね、引き続き叫んでいきます、うん。自身の登場時にスター10個獲得。まあ、これ1回ですね。そうですね。でも、意外にいい性能しないかなと思って。NP 獲得量 15% アップもついてるんで、これでクリティカル出せれば。そうそう。で、突量ももっと上がる、パーセンテージ上がるわけですもんね。そうそう、星の数も増えるってことでしょ。これからもどんどんね、シンタル引いていきたいですね。ぜひ出てください。あれ、いらねえのかよ。びっくりするわ。はい、という感じですね。はい、今回はちょっと悲しい結果になってしまいましたけれども、でも私、まあ、シャブ引けたんで。俺、ローラーローラー嬉しいよ。フォーグニだから。フォーグニだから。強い、でかいよ。まあでも今回はね、ちょっと皆さんにこの動画っていうもの自体をね、お届けできなかったのが本当に非常に残念。はい、申し訳ないです。でまあ、次回ね、またガチャ懲りずに引いていきたいと思いますんでね。次、次回はピックアップ2が来るだろうと思いますので、その時またチャレンジしていきたいと思いますのでね。はい。ぜひ、お願いいたします。お願いいたします。この動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録の方、お願いいたします。はい、ツイッターやっております。皆さん、フォローよろしくお願いいたします。また次回に、ありがとうございました。ありがとうございました。悔しい、悔しい、だがそれでいい。よくねえ、よくねえな、これな。